ぶたばらかのビンのアバランチトップポ,ポギポギポギトップポギで、ああそれそれひもじが手袋をする時間の稼ぎ。やハロー皆さんこんにちはミヤビンです。今日めっちゃな長くないオープニング。はい今日はね何の話かわかりませんひもじお願いします。最近なんか開き直ってきちゃった。<laughs>

なななななんんんだだっっっけけそそういタイトル言ってないねそうなんですよえと何,だっけな何やるの今日、えー、と知ってる方こちらまで今日何語ればいいんですか <laughs> えっとねあ分かったうんとね、うん、そうちょっとねツイッターでこの間ツイートしたんですけど、ねうんまあ、反応全然なかったんで、ねうん、語ってみようかな基本僕の毒に反応してくれるフォロワーさんいないんで、うんえね、しょうがないですけど、はい、うん職業はね ゲップが出ますからギフギフあのね喧嘩になったりさ、うん、争いになったらさ、うん、時さ、うん、どっちが強いかっていう、うん、まあ昔から僕ねツイッターでずっと10年以上かな、うん、まあずーっと同じこと言っててねもう賛否両論なんですけどその何でしょうえ どっちが強いかって話なんですけどなんと何でしょう言葉と武器違います。守るものがある人が強いのか失うものがない人の方が強いのかっていうのが一つ,つ答えがもう分かってるんです。うん、あの喧嘩になったらあと争い戦争でもいいんです。 戦争とガーシーシがいる、うん、もう最近ガーシーのことこう別にこすってるわけじゃないですよ、うん、があるのであれを見れば証明されてるんですけど <laughs> 何もう、OK えー、犬が騒いでおりますえっとね、あのー、喧嘩とか争いとかっていうのは戦争を含めて、うん、失うものがない方が圧倒的に強いんですよ。 だってさ、もうさ失うものがない人ってさもうどうなってもいいってなってるじゃないですか、うん、マジで失うものないからそ、うん、したらさもう例えば武器とか弾持ってたら、うん、弾全部なくなって武器もなくなるまで戦うしな、うん、くなったら何な,なら素手で襲いかかってくるじゃん、うん、でも守るものがある人っていうのはあのね必ずね途中で降りるんです うん、簡単な例でいくと、まあ、弾とかもいっぱい残ってるし、まあ、お金でもいいんだ別に、うん、だ争いがずっと続いていくとさ、うん、あの自分が守りたい人たちにも巻き込んだりさ、うん、巻き込まれたりさ、うん、傷つけたりが始まるじゃないですか。うん、するとさ大体折り合いつけようとして、あのーまあ、裁判とかねなんか法廷闘争とかもそうなんだけど、うん、守るものがある人の方が先に折れていくんですよ。うん 交渉しませんか?」とか「あのこういう条件飲むんでもうここら辺で終わりませんか?」とか折れてくる守るものがある人は失うものがない人はとことん来るから最後までだから勝っちゃうんですよでその後別に死んでもいいんですよ失うものがない人って勝ちたいくてやってるわけじゃないからどうでもいいからやってるからもう勝てないんですよで もう今は分からんけど例えばガーシーにしても完全に失うものがなくなって、うん、でも,もうどうなってもいいやって言って暴露を始めたわけじゃないですか。うんうん、であれでねまた大金とか自分の大切なものとかできて守るものができたら、うんうん、まあひよっていくかなと思うんだけど、うん、現状失うものが彼はないので、うん、もう。 えー、そこまでやっちゃうのっていうことをもう初期からバーってやったじゃん。うん、だからあの状態の人ってやっぱ強いんですよ。うん、でやっぱ守るものがある人たちの方がもう後手後手に回ったり向こうが攻撃してくるのをひたすらこう、うん、受けてなんとかしようっていうふうになるのでただ喧嘩とか争いとか以外で。 守るるの,の方が強い時もあるとは思ってます例えば親は強いとかさ、うん、子供を守るためだったら何でもするとかさあるけど、うん、だから分かんないんだよねその状況によるじゃん。うん、じゃあ子供を守るために何でもする親と失うものがない人が戦ったら、うん、子供一人に取られたら終わりやん。うんうん、失うものがない人って例ええ子供がいたとしても。うん 殺せよってなるので。うん、だからね、そこがね。そう永遠の課題として、俺はずっと失うものがない人の方が、うん、俺は失うものがない方が強い派なんですよ。うん、自分がそうだから。うん、え、<俺>そう、あの、ひもじいが多分そうだと思ったから、うん、なんか、ひもじい、それ見てるから、え、そっちの方が強いんじゃねって言われる前から、ちょっと思ってた。そうなん。なんとなく。 別にねもう常にどうなってもいいと思ってきてるから、うん、別に何だろうね例えばうちの茂吉君とかね、うん、ハッチとかね「うん、殺すぞ」って「どうぞ」って言うし、うん、まあびだったらねちょっとね0.5秒ぐらい考えるかもね。っていうかさ違うんだよ。失うものがないから雅、うん、人質にとらえたら「じゃあ殺せよ俺を」って言って<ー>俺死んじゃうんだよ。 躊躇せず自分の命も失いたくなくな失ってもいいと思って、うん、何でもいいから、うん、でびが助かるんでも俺は深く考える人なんでいや俺がここで死んだらびがその後何されるかわからない、うん、か綺麗な可愛いい女性だからあんなことやそんなことを無理やりやられちゃうかもしれないって思うとあ,あのね <laughs> そん時頭をフル回転させてねあのやれること全部やるだろうね。えー、っていうかねあのこれ全然話変わっちゃうんですけど全然変わるよ、うん、今ちょっと同じ状況のことを思い出したから。う,ん、うんとねあのかっこいいかっこ悪い本当にかっこいいかかっこ悪いかの話なんですけど、うん、これもね昔よくね学生に聞かれてね、うん、俺答えたことあるんですけど。うん 彼女とは、大好きな、大好きな、もう彼女のためなら死んでもいい、彼女と街を歩いていました。チンピラに絡まれました。えそのチンピラと。喧嘩をする方がかっこいいのか。土下座して謝る方がかっこいいのか。さあ、どっちでしょう。土下座。なんでですか。彼女を守れるから、怖い思いをさせ。よく分かって、なんで、なんで分かってんの。えだって、そうじゃない。女性側からしたらさ。いや、いきってる人とか。 浅く考えてる人は、うん、あのねそういう時にチンピラと喧嘩する方を選ぶんですよでも負けちゃったらさ、うん、彼女やられちゃう、うん、んですよ怖い思いさしちゃうでも土下座して謝ってる間に彼女逃がすっていうのがベストなんですよ。ああ<ー>したら自分はボコボコにされても彼女は守れるので、うん、確かにでもなんかね <coughs> 浅はかな人たちとかはそこで土下座してんのがみっともないとか。うん ダサいとか、男としてどうとか言い出すんだけど、本当にかっこいいのは。彼女さえ助かればいいって言って土下座してフルボッコにされてる。彼氏の方がかっこいいんですよ。なんからね。結構ね、いろいろそういうことをね。究極の二択で考えていくと、物事の真理っていうのが。面白いね、でもそれ。見えてくるんで。 それでねちょっとね最近まあ戦争も起こってるし、うん、あれもね多分失うものがない、ね、国があったらだから多分ね仕掛けてる方のこれなんで国目出さないかっていうとあの AI チェックで引っかかるかかるらです、えっ,と、あのでっかい国の方が失うものがもしなかったら <coughs> とことんまで行くから、うんまあ、最近最悪ね核兵器とか使うんじゃないかみたいな。 したらもうどこも止めららないから、うん、<coughs> どうなんだろうなと思って見てるんですけど、うん、まあほんとよくねまあ良識ある人とかねなんか育ちのいい人たちからは、うん、絶対に守るものがある方が強いとかって言われ続けてきてるんですけど、うん、10年以上。でもな,なんか結局そこを守るものって弱みになるじゃない そこ攻撃されたらさやっぱ思いっきり行けなくなるじゃん。うん、で俺の場合はもうどこ攻撃されてもいいようにしてるから、まあ、逆にでもみやび攻撃された俺余計ブチ切れるし、ねうん、だから火に油になるんだけど、うん、だからもう本当にねその辺が何だろうね、うん、まあどっちが本当に。 いいのか強いのかわかんないですけどただやっぱ喧嘩争いに関しては失うものがないやつってすげえなーって別に自分がそうだからとかじゃなくて見てて思っただってガーシーってさ失うものがない側でガーシーが攻撃してる人たちってさ地位も名声も金も全部あるから守るものだらけなわけじゃん。 だからね、そうそうう、だからガーシーはねあれ確か堀江が言ってたのかな、うん、<coughs> ガーシーがね喧嘩売らないとこがあるんですよ、うん、マックス・松浦さん。ううあの方も俺と同じ人種で、うん、あんな金持って、うん、地位も名誉もあるのにぶっ飛んでてあの人、うん、もう失うものない派なんですよ、えー け喧嘩になったらとことんいくんですよあの人は、うん、もう自分が無一文になろうがマイナス何百億になろうがいくんですよ、えー、それ分かってる人は絶対あの人に喧嘩売らないんですよとことんやられるからうん、うん、どっちかが潰れるまで多分ガーシーもね松浦さんには喧嘩売らないと思うようだからかなんか、うん、結構まあ AAA とかさ ABEX 所得の2期もそうだったけどさ、うん、まあ ABEX 所属のタレントも出してるけどさらっとやってるからでニキとかと仲いいし、うん、ガーシーはだってニキローラあの辺と仲いいから、うん、まあ他もいっぱいいるけど、うん、だからまああんま言わないんじゃないですか。うん、で逆にね、まあ、今はねもうトライストーン1点で攻撃してるから、うん、で流れ玉がいろんなところに行ってる感じになってるから <laughs> もうねまあ。 わかんないですけど本当にあのー、失うものがない人敵に回すと危ないっすよっていう、うん、まあ自分がそうだからわかるんだけど、うん、本当にとことん行くからねむかついたら、うん、何されても行くからね、うん、人質取られようが何されようがもう徹底的に行くから、うん、生きてる限り、うん、だからもう失うものがない人と喧嘩になったら相手もう本当に消しちゃうしかないんですよ 攻撃続けるから確かに止まんないから、うん、だからもう本当そこら辺は争い喧嘩に関してはです、うん、他のことは分かんないです、うん、に関してはちゃんと相手見てやった方が、まあ、こいつ失うものないやつだなと思ったら喧嘩売らない方がいいと思います、うんうん、だからもう自暴自棄になって荒れちゃってる人 と街で喧嘩になったっても相手何してだからあれだよ通り魔とかと一緒ですよ<ー>もう突然さ<何>もう無差別にさ<何>うぎゃーって言って、うん、そういう状況帯だから、うん、あの人たちは、うん、無敵や、うん、だからもうねちょっとねその辺はねまあ特にねなんでこんなこと言い始めたかって言うとね最近ネットでの喧嘩というか争いがね、うん 目につくんですよまたへ<ー>いろんなところでねちょっとイラってきたからやり合ったりとか勃発しまくってるけど、うん、相手わかんないわけじゃんネットって。うん、で相手が、ね、失うもんが何もない人間だったらとことん来るから、うん、ちゃんだからちゃんとじゃなくて、うん、ネットでは喧嘩やめましょう,うん、うん、相手がわからないんで、うん、まあ分かってる場合はいいよでも分かっててもそれが芸能人の本人マークついてる芸能人とか有名人でも。うんうん プライベートの性格まで知らないんじゃん。うん、表の姿しか知らないんじゃん。うん、だからやめとく。ネットで喧嘩だけはやめとけいいっす、うんうん。どうにもなんないんだよ。うん、本当に。間違いない。だからね。もう本当にでね。ネットで喧嘩を売る相手間違えて相手金持ってるとあの嫌がらせで訴訟を起こしてきますけど、うん、あのね。本当に金持ちがね。攻撃してくる時って、うん、訴訟で。うん 普通はね訴訟ってねあの、まあ、じゃあ例えばあとあ俺のやり方言います、うん、あの雅が誹謗中傷を受けました、うんえー、誰かから、うん、なんか罵詈雑言とかないことないこととか、うん、名誉毀損にあたることとか、まあ、いろんな罪にあたることを雅に誰かがしてきました、うん、普通はその行為全部に対してドンって訴えるんだけど、うん そうすると相手は一件で、うん、訴えられてるから弁護士に一回お,お金を払えば済むわけよ一、うん、件につきあれだからでも金持ちの場合はもうみやびにやった罪を全部分けて一個一個訴えてくる、うんうん、うわちょっとこれに対していくら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 って相手はなるからなるほどね すんげえ攻撃になるのに自然ともう崩壊してないっていうでその全部に対して争ってかなきゃいけないから<ー>だからね金持ちとかってねそういう訴え方するんですよまとめてじゃなくて一件ずつばらして訴えていくっていうやり方するんで、うん、まあそこも頭に入れて今ねすぐね訴訟とかねネットも起きるんで、うんえー、気をつけた方がいいですよ。うんで 基本的にネットで争いになって訴えてやるって向こうが言ってきた場合はほぼ訴えられまうんまあねまあ訴えてやるって言った後黙って何も言わなくなったら訴えられる可能性あります、うんうん、だいつまでたっても訴えてやるっていうのを言ってる人っていうのは<ー>なんでかっていうとあのちゃんと警察に被害届なり、うん、あのー。 弁護士が入ったりすると、うん、もう一切表では何も言うなって言われますのでうん、うん、あの裁判とかそういうので不利になるので、うん、そう一切出さなくなるんでうん、うん、か本当に訴える人は黙って突然ボンって訴えるので、うん、あとねあの訴えるって言って本当に訴えなかった場合は悲しいことにねあ皆さんググってもらえればいろんな弁護士が回答してますんでわかりますが、うんえー、じゃあえっと例えば 僕とね、うん、誰かがネットで喧嘩になりました、うん、相手が訴えてやるって言いました、えー、本当に訴えなかった場合、うん、脅迫罪が <laughs> 成立しちゃうんです今の世の中それだけで、うん、脅迫罪で捕まりたくなければ本当に訴えるしかなくなるんです、うん、まそういうふうになってるんでもう今、うん、だからまあもうねまあね結構何年か前までは Twitter でね、うん 今スラップ訴訟っていうのも流行ってるけどすぐ訴えてやるとか訴えますとかっていや流行ったんだけどんかねまあ僕の場合はねどうぞって感じでいつでも待ってますなんで全然訴えてやるって言われたからだから何って感じなんですけどどうでもいいんですけどまあそんな感じで本当にちゃんと見分けるべきで見分けないと自分がね ネットの場合は見分けられないのでリアルじゃないからなるべくネットで争い事はしない方がいいです。間違いないね。喧嘩も売らない方がいいです。相手わかんないんでどんな人か。相手の財力もわかんないし裁判っていうのはほぼお金で決まるのでそれは裁判官をお金でっていう意味じゃなくて金を持ってる人は力のあるお金のかかる 弁護士さんも雇えるし弁護士が一人だけじゃなくて弁護団を一人で雇うことができるんでうん、うん、そうなってくるともう弁護士さんで力のある人たちでお金がかかる人たちはあらゆるところに顔が利くしえ検察がどう動くかとかも全部も、まあ、元検事のねやめ犬の弁護士もいるし、うん、まあいろいろなところとネゴできるんで、うん、まあ勝つわけですよ。うんうん だから裁判はね結構お金で決まるところが現実なので、まあ、金持ちの方が裁判になったら勝っちゃうのでだそこをねだから金持ってるからって諦める必要はないですけどまあそういうことも考えてなきゃいけないんで、まあ、すぐ買っときだからすぐ買っとくる人はネットしない方がいいと思う。うんっていうか俺は何回もこれもねツイッターでも10年以上言ってるけど。 ネットは感情的になったほうが負けだから闇雅、まあ、にはよく注意してて、ねうん、ずっと注意してきてるけど、うん、ネットで何か言われてムカってなるんだったらネットやめろって感じなんでうん、うん、ネットはもう感情なく何喧嘩ふっかけられようが何されようがニヤニヤ笑いながらこれ大変だった初めの頃としさ喧嘩んかっいじゃん慣れる前ねうん いつもひもじに送って「ね何これムカつかなきゃだけど」っったら「女もう一回ようにね」あんて感じでね言われて「えー、でもなんか納得いかないんだけどな」と思いながらそれに従って返すっていうね、うん。そうすると相手がこう返ってきてああなってきてそ<う>って言って学んででしょ。そっから私もなんかニヤニヤできるようになってきたけど<う>だんだん。 もうね、僕がねちゃんと見本見せなきゃいけないんで、ねうん、もう常に僕はネットで喧嘩売られたりアンチ来たり何されてももう本当にニヤニヤしながら来た来て「いらっしゃーい!」って言ってニコニコやってるんであのイラっとくることは絶対いないのでネットでだからねネットで感情的になった方が負けなんですよ、うん、マジでネットはね感情的に先になった方が負けなんで、えー、特にネットで切れるやつはもうバカなんで、うんえー、だからねもう本当に悲しどんどんそれてます、ね <laughs> まあ、あやべ7時過ぎちゃったあ、わたさ,さんがイーヤ TV そう今日ねあの6月の何日えっ、ー、と親父の誕生日の次の日だから6月3日3日えっとねわたさんが多分7時からイーヤ TV であとはアイリープゼロワン新しいねい<や>あとなんか今日ねあの仙台店でねご当地イヤホン森ちゃん森森、ね、仙台店でしか買えない森緑色のあと見せてあげる、うん、発表されたんでへ<ー>まあね 僕ずっと LDA で言えなくてストレス溜まってたんですけど<あ>いや,やっと言えるよみたいなそれか <laughs> 私も知らなかった <laughs> 森っていうのがね森あれもなんかあちゃんとまだ時間なくて撮影とか読んでないけど多分宮城店仙台店か、うん、店長のチューニングらしいっすへえー、今流行ってんのそれじゃあアンティームといえばまあ確かに、うん、誰かのチューニングモデルハバちゃんチューニングとかね、うん あと岡田かちゃんチューミングチューングじゃなくてねまあ出てるからまあまあ音聞いてみたいけどね、うん、まあ聞かしてもらえるんでしょう僕はそうだねなんなら先行レビューしたかったけどさすがにまあね浜、うん、ちゃん先行レビューしちゃってね、うん、店に並ぶ前に完売しちゃったから、ね、マジか、うん、しなくていいんじゃないですか、ね、<laughs> <laughs> 分かんないですけどまあそんな感じで、はい、えー、元に戻りますがはい えー、守るものがある人が強いのか失うものがない人が強いのか喧嘩や争いの場合は失うものがない人は無敵ですという話でございましたので、はい、気をつけてくださいという話です。はい、はい、というわけで私はドランチ皆さんくれぐれも喧嘩はやめましょう特にネット上ではやめましょう気をつけましょうっていうことでした。 今日もありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。